日本一、例中国カタール W 杯、アジア最終予選。今、ズンの欧州サッカーはダゾーンで。いつでもどこで、簡単視聴。1ヶ月無料を試し実施中。日本代表は7。FIFA ワールドカップカタール2022アジア最終予選。中国代表と対戦し、1、零で勝利している。勝ちは、たが、というような内容だった。 中国代表は5、3、2で臨んできたが、ただ後ろに人を置いている、けで、強度は全くと言っていいほど、高くない。本代表は言ってしまえば攻め放題だった。こと、この日のシュート数は18本だ。しかし、奪ったの、前半の大迫祐也による1点のみ、相手のレベル、考えれば、寂しい数字と言わざるを得ない。中、が後半の戦い方を前半からしていれば、 再び、得点に終わっていた可能性も高いだろう。勝ち、たことはまず評価すべきかもしれないが、ワールドカップ出場へ向けての不安を払拭した、はいがたい。その中でも、久保武房の存在感が立っていたのは、今回の日本代表におけるは、かな収穫の一つと言えるかもしれない。オマ、代表戦で途中出場だった久保は、中国代表でトップたとして先発した。 立ち上がりから、無として攻める時間が増える中、背番号17も、クボールに触れている。23分に、ポスト直撃の死、と放ち、38分には G アン、GK ンリンを襲う、ドルシュートを放つなど、攻撃を活性化して、た。東京五輪での激戦を終えて、スペインへ渡し、マジョルカでもすでに多くの出場機会を得、いるクボは、 体のキレが誰よりも良かった。ルを持てば非凡な推進力を見せ、ワンタ、や、ツータッチで裁くこともでき、狭いスペーにもバシバシとパスを送り込む。そして、シュ、とに行く積極性も、あらゆる部分で躍動する。ほう、中国代表は全く止めることができ、いなかった。鎌田大地が絶不調すぎたゆえ、よ、若きレフティの素晴らしさが際立ってい,い、結局、 クボにはゴールもアシストもつかなかったわけだが、攻撃陣の中で最も相手に、怖さを得ていた人物であったことに、疑いの余地は、い。AFC、アジアサッカー連盟公式サイトによる馬、チレポートにも、中国は、ハーフタイム後に収め、され、ウーシーが頭でシュートを打つなど、陣でのプレーが少なくなったが、クボが中国、意表をつく責任を負うことで、 日本は脅威に、理続けたと記載されている。それほど、20歳の MF が、増的だったという何よりの証拠である。AFC 公式、意図による試合後の久保の、主なスタッツは、ユート数3本、パス本数62本、パス成功率79%、敵陣での、ス成功率75%、チャンスクリエイト4回となってい、パス成功率に関しては、 決して高いと言えな。が、プレイエリアのほとんどが、アタッキング、度だったことを考えれば、そこまで悲観す、必要もないか。パス本数は、攻撃陣で、最多、チャスクリエイト4回は、チーム最多となっている。で、目に見える結果があれば、なお良かったが、プしシたとしての役割は、十分果たしたといい、いいはずだ。森安はじめ監督は、東京五輪で久保を、激の核として重宝したが、 A 代表でも、同様の呼気をしてもいいのではないだろうか。年齢や今日、値は関係ない。今の日本代表には、それだけの価が必要なのである。文、編集部、両